未昇流は、未昇祭一始めを回祖とする稼働の一派。西日本を中心に活動を行い、伝統的な稼働一派として知られる。アムステルダム国際演芸博覧会期間中、アムステルダム私立美術館での未昇流のデモンストレーション、江戸時代後期の文化4年に、未昇祭一始めと未昇祭、後う始めによって創設される。創設された当時は、 商人文化が大いに発達した火星文化の時代であり、未昇祭一始めが開いた未昇流のもとにたくさんの弟子が集まり、未昇流は発達した。創設された場所は摂津国大坂である。その後長い年月を経て衰退した時期もあったが、近畿地方を中心に活動を行い、西日本全体に未昇流は知れ渡った。 近代、昭和の時代になると、戦前までは映画を誇ったが、第二次世界大戦に巻き込まれ衰退。戦後に、また勢力を盛り返した。未昇流の創始者である未昇祭一はじめは、当初稼働を行う中で、儒教、老僧思想、仏教の宗教的観念を根本的思想にした。そして、稼働をすることによって、 自らの心を安定させるというのが理念として受け継がれている。未昇流の稼働技法には直角に等辺三角形の形をかたどって生け花をするという技法がある。そして宗教観念を取り入れ世界を形成するよろずものである天地人を意識した生け花が特徴的である。ありがとうございます。